監督、はい、いよいよ開幕が目前に迫ってまいりました、はいはい、今のチーム状況、はい、監督から見たチーム状況を教えていただいていいですか。はい、まあね、一人ちょっと、まあ、高尾選手が、ね、ちょっと怪我してしまって、うん、まあ、新人選手でね、まあ、期待してたんですけど、うん、まあ、それ以外の選手は、まあ、比較的ね、まあ、大きな怪我もなく順調に来ているので、うん、まあ、今のところ、うん、いい準備ができているかなと思います。どういう戦い方をしていこうかなっていうようなイメージ、教えていただいていいですか。はい、まあ、あの既存の選手がね、まあ、残ってますけど、まあ、それを選手はね、あの昨年からも比較的あの試合に、ね、多く出てた選手たちなんで、まあ、そういった意味ではね、あんまり、半数ぐらい入れ替わりましたけど、うん、そんなにそんなに、なんていうのかな、戦力的にそこまで心配してることはないんですけども、でも、ね、そこに、新入団選手がね、いいので、しっかり入ってきてくれると、まあ、本当去年よりね、まあ、よりいいチームができるかなというふうに思ってます。目標をズバリ聞かせてもらっていいですか。はい、まあ、これはもう毎年一緒で、まあ、LPB にね、一人でも多くの選手を送り込むことと、やっぱり独立リーグの、ね、日本一になることっていうのはもう毎年同じ目標ですけども、まあ、今年もその同じ目標に向かって、はい、しっかり進んでいきたいと思います。では監督、最後に、開幕を楽しみにしてくれてるファンの皆様へ、はい、意気込み、メッセージお願いしていいですか。はい、まあ、ここ何年か、前期シーズンがね、ちょっと不甲斐ない戦いなので、前期シーズンからしっかり戦って、優勝争いに絡めるように、していきたいと思います。また、ね、シーズンオフ、まあ、秋に皆さんに喜んでもらえるような結果を残せるように、一生懸命取り組んでいきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。